こんにちは、脱サラ大手メーカーの脱オメです。今日は最先端 AI 技術紹介、ソフトバンクグループ2020年度決算発表というテーマでお話をします。まずは簡単に自己紹介です。このようになっています。動画を概要欄に貼っていますので、よろしければご覧ください。はい、今日なんですけども、ソフトバンクグループの2020年度の決算ですね、こちらを簡単に説明して、メインはこちらです。技術の紹介、こちらをしていきます。まずは決算についてです。ソフトバンクグループの利益なんですけども、2020年度は5兆円という数字を叩き出しています。こちらは日本歴代1位の数字となります。で、他社との比較ということで、例えば Google ですと 4.4 兆円の利益になりまして、Google よりも高い利益を出している。それが今回のソフトバンクグループの決算内容となります。で、前回の決算発表も動画にしています。こちらでも技術の紹介をしていますので、よろしければご覧ください。はい、それでは今日のメインの技術紹介に移ります。今日はですね、その決算発表で紹介された中でも、私なりにいいなと思った3つをピックアップして説明をします。1つ目が AI× 住宅ローンで、2つ目が AI× 商品棚管理と、で、3つ目 AI× 人材マッチング、この3つを紹介していきます。まずは AI× 住宅ローンです。で、会社なんですけども、ベタという会社です。で、住宅ローンのプロセスなんですけども、従来ですと10個以上の煩雑なプロセスがあると、必要書類を複数の銀行に提出して、融資の担当者、担当者をマッチングしてもらって、連携して見積もり結果を比較して、借り入れ先の決定なんやらなんやらなんやらと、10個以上プロセスがあると。で、それを AI を使って自動化しようというものです。で、活用方法なんですけども、顧客データですね、ローンを組みたいよというお客さんのデータの基本情報、さらにはクレジットスコア、信頼度ですね、この人にお金を貸していいのかという信頼度で、不動産の情報、どんな不動産を買おうとしているのかっていうのを AI にデータを与えて、ローン手続きをすると。金融機関何個か比較してマッチングで、さらには見積もりの比較をして、一番安いところをマッチングして、ローンの申請まで行うというようなテクノロジーになります。で、これの効果なんですけども、融資の獲得数が業界平均の 2.5 倍もベターもあり、さらに人件費も3分の1になっていると、かなり高い効果を出しているというようなテクノロジーになります。それでは2つ目ですね、 AI× 商品棚管理、こちらに移ります。こちらで紹介するのはトラックスという会社のテクノロジーになります。で、トラックスなんですけども、リアルタイムで商品棚を管理するテクノロジーになってます。で、その方法なんですけども、商品棚の画像データ、スマホだったり写真を撮って、で、このトラックスの AI でその画像を認識して分類して解析をしていくと。で、どういうふうな効果があるかというと、品切れの防止だったり、適正の価格ですね、さらには棚割りを最適化したりとか、セールが必要な時には適切な催促をすると、販促をすると。で、この写真の例は、スマホで棚を取るのではなくて、ここにカメラを置いて反対側の棚を取って、リアルタイムで管理するというような例ですね。ここにもカメラを置いて、この反対側を写真を撮る。そしてこの効果がこちらになるんですけども、まず品切れ時間、45時間導入前はあったものが、30分とほとんどなくなると。で、棚の確認時間も、ほぼゼロに。そして営業の担当点数ももちろんガッと増えて、で、売上も 1.2 倍になっていると。で、この売上に関しては特に利益に直結するような効果が出るので、かなり大きい効果と言えます。はい、3つ目ですね、 AI× 人材マッチングです。ここではジョブ&タレントという会社を説明します。で、人材マッチング、特に派遣社員ですねの雇用に関してのテクノロジーになります。で、従来ですと、対面で面接をしたりとか書類での手続き、
とか、まあ、非効率な手続きがあったんですけども、まあ、全てオンラインで完結できるというようなテクノロジーになります。で、 AI の活用方法なんですけども、まずは労働者のスキルだったり実績、どんなことをしてきたか、まあ、仕事の満足度などの、まあ、たくさんのデータを入れて、さらには雇用者、まあ、どんなスキルの人が欲しいか、どんな実績の人が欲しいかというものをマッチングするというようなテクノロジーになります。で、この効果なんですけども、まあ、働き手の満足度も、まあ、人が判断するよりも AI で判断した方が満足度は上がっており、さらにはその派遣の継続率も上がっているという、まあ、素晴らしい効果を出しています。はい、最後まとめに移ります。今日はソフトバンクグループの技術紹介してきましたけども、大きく3つ紹介しました。 AI ×住宅ローン、 AI×商品棚管理、 AI×人材マッチング。そして、まあ、最新技術をしっかりキャッチアップして将来を予想することが大切だと思います。で、自分の業界は将来性があるのか、さらには今のスキル、今持っているスキルは AI にとって代わられないかということをしっかり自分で判断できるようになりましょう。ここから関連動画の紹介になります。一つが2040年の未来予測、こちら有名な2040年の未来予測という本があるんですけども、そちらの解説動画となります。続いて Z ホールディングスの2020年度の決算ということで、まあ、LINE と Yahoo が LINE と Yahoo の親会社ですねになる Z ホールディングスの決算から読み解く未来予測というのを動画に上げています。で、さらには三菱電機の2020年度の決算と、で、こちらに関してはメーカーの決算の見方だったり考え方も一緒にお伝えしております。本日の動画は以上になります。今日は最先端 AI 技術紹介、ソフトバンクグループの2020年度決算発表というテーマでお話をしました。このチャンネルでは市場価値の向上に役立つ動画を配信しています。興味を持ってもらえたらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。ブログやツイッターもやっていますのでチェックお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。